は松代藩真田十万石祭りにお越しいただきましてありがとうございます。松代藩真田十万石祭りは真田信之公が松代に入部して松代町の礎を築き、約250年の間松代を統治し、文武経済の発展に寄与された偉業をしのんで開催されてまいりました。本年は川中島古戦場祭り実行委員会とのコラボレーションをいたしまして、テーマの中に川中島合戦を取り入れ、戦国時代を生き抜いた真田一族、川中島合戦いざ出陣として行列を仕立てました。藩祖真田信之公をはじめ、真田三代、上杉謙信、武田信玄を加えた戦国絵巻を断言いたしました。ごゆっくりお楽しみください。行列の先頭を先導いたしますのは、戦国武将憧れ隊の皆さんです。この隊にご参加の皆さんは、歴史好きの皆さんで、衣装も自前で全国から参加してくださいました。本隊勝利申し上げ、我が軍の熱唱を記念して、勝ち時の下地を、皆さんもご一緒に、えいえい大手、助けてください。
奈良の日本全学小学校の黒岩校長先生も生徒と一緒にご参加されています。信玄がそのまま活躍していたら日本の歴史は変わっていただろうと言われています。武田信玄公に関する記乗者はライオンズ国際理事の西名良三様です。信玄と草を並べて公言いたしますのは信玄の弟武田天球の主義です。信玄の肩腕として多くの秘策に従軍しています。演じますのは奈良の日本大学学園アドバイザーで中学高等学校の元校長山村健一様です。武田信玄隊の友達隊は損保ジャパンの皆様です。とされています。行鷹を演じますのは奈良の商工会議所会頭水野正義様です。従います。友侍は北斗株式会社の皆さんです。続いては真田阿波守正之です。行鷹の三男でしたが長篠の戦いで
長男と次男が戦死したために家督を継ぐことになりました。川の端の戦いでは15歳で離陣しています。武田家滅亡の後は真田家の存続をかけて戦乱の時代を生き抜いた武将でした。息子信繁と共に真田の名を世に知らしめた武将でもあります。友侍は長野市職員の皆様、起乗いたしますのは観光文化副部長小林真嗣様です。真田三代最後の武将は真田西門之助信繁です。皆様には真田雪村でおなじみですが、お千代の分岐物語なぎわ戦記真田三代記が大人気となり、雪村とすることが一般的となりました。父正行と共に関ヶ原の戦いでは大阪方に着きました。敗戦後、兄信行の尽力で一年目を取り留め、正行と共に黒山に撤去させられています。大阪の陣の意義は黒山を代表し、大阪城に真田丸を築き、徳川方を震撼させました。騎乗者は俳優の田中健さんです。長野市友侍は一般公募で全国からご参加くださいました皆様です。
Thank you.
して最後に登場いたしますのは手作りの甲冑での参加の真っ白甲冑隊の皆様です。メンバーの皆様は実際に着用できる等身大の甲冑を足並みや紐を使い作成し、真っ白の地域振興のために活動しているグループです。最後に諏訪門隊、上田町甲冑隊、盾集団伊陸の皆様が応援に駆けつけてくださいました。手作りの作品、小物の展示販売を行っております。
ところで、こういった点の世界各地におりまして、